こんにちは。今回紹介する美少女は山本さやかさんです。この動画では山本さやかさんの水着画像、デモ詞開拓画像、生詞画像なんかの絵や写真を紹介しています。 AKB ホループ屈指のレオ娘としてネタにしていた人も多い人気のメンバーでした。卒業後は抜き取るとして大活躍してくれるのかと思いきや、主審マソンライダーとして音楽活動中心でかなり多い種な感じですので、エルゴ性を期待していた人からすれば少し残念かもしれません。動画最後に一番のエッな写真を掲載しています。どうぞ最後までお楽しみください。 NMB48 の活動を経て現在は挿入次女として活動をしている山本さやかさんの NMB48 時代に撮ってた写真集で、スワイとザヤカニで見せた超絶心な水着姿なんかのエッな写真を3サイズやカップサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思った山本さやかさんの写真があったら高評価ボタンや山本さやかさんのこの写真がいいなどをコメントで教えてください。現在ではミュージシャンの印象が強すぎて、もともとアイドルをやっていたとなかなか思い出せなくもなってきている山本さやかさん、水着写真集を出していたことは確かな事実なので、さや姉と呼ばれていた時期の水着画像でも見ていきましょう。さや姉こと山本さやかさん、1993年7月14日生まれ、大阪府の出身。さや姉は身長 155cm、3サイズ86、57、86cm、E カップかメリハリブリで E カットぐらいはありそうな巨乳に見えますし、さや姉といえば巨乳、なんてイメージが定着しています。小学校2年生から音楽の道に進むことを決め、音楽スクールに通い始めたそうです。2005年にスマイルスマイルワールズという名前のバンドを結成。このバンドで2008年にソニーミュージックと契約をしています。同年の3月にバンド名をマットキャッツに改名をし、当時中学生の頃にメジャーデビューを果たしています。このバンドでフェスにもちょこちょこと出演をしていたのにもかかわらず、2009年末に解散をしてしまっています。2010年に NMB48 のオープニングオーディションに参加をし合格をしたことをきっかけにガイドル活動を開始しています。それから2018年の卒業まで DKB48 と NMD48 を兼任で48グループの黄金期を支えています。2016年からはアイドル活動以外にソロミュージシャンとして活動を開始をし、 NMD48 卒業以降はソロ活動に専念をしているといったところ。2015年にリリースされた写真集ですが、アイドルが水着姿でレム字開脚をしていたこともあり、当時は結構話題になっていました。確かに水着姿もめっちゃセクシーで、この写真集も絵なのですが、結構かっこいいショットもあったりするので、逆にリスペクトできるような画像がいっぱいありました。恋愛市場については、恋愛に憧れはやっぱりありますとした上で、モテたくてやってるわけではないんですけど、モテそうかなという意味ではカメラを始めましたと語ったようで、一応モテ上結婚はまだ遠いのかななんて一緒です。恋愛していない風を装って突然結婚する芸能人も多いので、いつ結婚しても不思議ではないですね。過去にはドン18の筋肉にフォーカスするさや、筋トレ48鍛え出たさや、姉を取り下ろしグラビアを出したりもしていて、引き締まった体がたまらないです。グラビアでは私服っぽい姿でのさりげない胸チアに生足ビデコを露出したものから、過激でお買いがエロすぎる水着グラビアもあり、抜けることの違いなしでしょう。最近はなかなかグラビアも出してくれないので、いつかは露出度の高いさや姉のグラビアや写真集も拝んでみたいですね。では山本さやかさんのエッナシャルンたちをナレーションなしで見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。また応援しましょう。